皆さんこんにちは。私は中国から来ましたリョウギョエと申します。今は日本の大学で専門情報ビジネスの4年生です。どうぞよろしくお願いいたします。2月から4月まで学校の方は2ヶ月ほどの春休みがあるので、この2ヶ月ほどの春休みを有意義で過ごしたいと思ったので、シンガポールのこのインターンシップを参加することに決めました。私今度参加するインターンシップはマリオットホテルの宴会部門です。今はまだ始めていないのでとても楽しみにしております。シンガポールこの、シンガポールのホテルマネジメントこの専門はアジア地域でとても有名で、このチャンスを通じてシンガポールのホテルの管理方法と他の国と一体どんな違いがあるのか見つけたいと思います。シンガポールに来る前に日本はとてもすごい雪でした。私ここに来てから、私にとってとても幸せなことはワンピースを早めに着ることということです。今度みんな一緒にこのプレジクトを参加する人はアジアからいろんな国から来ましたので、みんな暇があったら一緒に旅行していろんな国の料理を食べてとても楽しかったです。もしホテル分野に興味を持っている方があれば、このインターンシップを参加するのもとてもいい選択かもしれないと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。